おはようございます,いますさあたくさんメッセージいただいております,りご,ますご紹介させていただきます新 MC 担当の田中葵アナウンサー頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます田中アナウンサーとてもフレッシュでいいですねありがとうございます本当に田中アナウンサーとても可愛いのでファンになりそうですありがとうございますこんなに褒められることないですよいっぱい来てますよありがとうございますたくさん僕にも一言ぐらいお願いします淳さんも頑張りましょう <laughs> <laughs> 上から言うね <laughs> <laughs> さあそれでは今週も可愛く参りましょう ラブ川崎スタートです,トです <laughs> 恥ずかしいわ <laughs> <laughs> さあ今週もたっぷり川崎たっぷりですよはいお伝えします <laughs> 本日のプレゼンターはこの方ですはい菅井真彩ですよろしくお願いしますよろしくお願いします そうマヤ坊は田中さんと初めてですよね。初めて。ね、めてどうですか、第一印象や。やっぱりこの衣装の花柄にね、似合う女性だなという印象。ありがとうございます仲良くしてください。まだまだ上っ面ですね。ね <laughs> これから、これから。いかからね、じゃ、行きましょう。<laughs> はい、ということでですね、今回は朝奥にある新百合ヶ丘で。毎年春の風物詩ともなっているこちらのテーマです。うん、アートに浸ろう、アルテリッカ新百合の魅力。はいうん ついにこの季節ですね僕去年もねあの舞台見せて,ていただいたりとかしましたけれども、うんうん、もう一年ですかあれから、うん、そういうことですねで今年もすごいんでしょう。はい、<laughs> アルテリッカ新百合といえばちょうど本日から三週間にわたって新百合ヶ丘を中心に九つの会場で行われる芸術祭のことなんですが、うんはい、ここで田中アナにクイズです,す、えー、タイトルにもなっていますこちらアルテリッカにはどんな意味があるでしょうか あるて美かはい早速ヒント参りましょうかお願いしますヒントははいイタリア語イタリア語なんですスペイン語だとスペイン語知ってんのちょっとわかるんですけどスペイン語だと豊かな芸術って意味になるんですよ豊かな芸術じゃ答え見てみましょう正解がこちらあるて芸術美か豊かなという意味なんですがスペイン語と一緒なんですねそうですね。 ね、<laughs> ちょっとだけちょっとだけちょっといろんな情報が出てまいりましたが <laughs>、はい、この基本情報を踏まえた上で、はい、今回はゲストの方にお越しいただいています、はい、アルテリッカ新百合の候補を務める小山さんとそのアルテリッカで今回公演を行う山の音楽者さんから川中さん原田雅俊さん原田真帆さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 早速なんですが小山さん、改めてこのアルテリカ新入りについてご説明いただきょうはちょっとパンフレットを持ってきたんですけれどもですねこれを開いていただくとこのようにですね31演目40公演がずらっと並んでおりましてたくさんありますよく言うんですけどオペラからジャズクラシック農協言バレそれから演劇、落語とかですねありとあらゆる芸術をですね取り揃えた えー、アルテリックが信じると芸術祭です,す総合芸術祭というふうな言い方をしてますけどもね今年はですね、はい、今年もなんですけどちょっとこんなものを作っていましたので、はい、聞いて頂いければ<お>はい <laughs> いかがでしょうか,か <laughs> 馴染みのいいね。<laughs> これ出演者の方に作っていただいた。えー、そうなんだ。ねえ、はい、ずっと残りますね、これね。さあ、その中でも今年のその見どころっていうのはどんなところになるんでしょうか。そうですね。あの40公演ありますと、はい、もう全部が見どころなんですけれども<ー>、えー、今日特にですね、皆さんにお勧めしようと思って持ってきたのがこちらです。はい。<お>はい えー、ジャズのですね小山太郎トリオとお画楽師の陶器、はい、秀樹さんご存知だと思うんですけれども、ええ、の二人のですねコラボレーション二人というか、はいえー、ジャズとお画楽のコラボレーションとなかなか見れないですねこれは、ね、なんかこれがですね実は。うん あ明日なんですけれども、えー、非常に大きな、あのー、会場でやるもので、はいえー、まだ若干あの席がございますので、えー、非常に面白いんじゃないかなと思ってこれを持ってきました。<ー>いやでもね本当いろんな項目チケットが、ね、すぐ完売になっちゃうからこ、ね、れはもうねあるだけありがたいですよねそうですね。 あのいろんな芸術が集まっているアルテリッカならではの、はい、コラボレーションじゃないかなというふうに思、うんうん、他では見れないということですね本当にこう人気のある公演がいろんな会場でやってると思うんですけどどうして新百合ヶ丘にそんなにたくさん会場があるんですか、はい、あの新百合ヶ丘はですね、うん えー、川崎市のアートセンターというものがございまして他に昭和音大、はい、それから日本映画大学とかですね、はいえー、そういったあの場所があるのとあとその、まあ、非常に芸術に増進の深い方がですね、はい、非常に多く住んでいらっしゃるんですね<ー>でそういう人たちが集まって、えー、新入りを芸術の街にしようではないかというふうなことで始まったのが。 11年前になりますかね。はい、今年で11回目になります。なるほど。ね。うん、さあ、そして今回アルテリッカ新よりで公演を行うのが山の音楽者さんです。うん、山の音楽者さんは豊かな音楽を丸ごと体感できる舞台作りをモットーに、うん、1998年から朝高を中心に活動しています。うん、中でも近年ではベイビーシアターと呼ばれる、うん、新たな分野に挑戦しているそうなんですよね。何、うん、ですか？初めて来ました。うん、ベイビーシアター。何ですかこれは？はい。 ベビーシアターというのはゼロから3歳ぐらいまでの赤ちゃんとそれから保護者の方たちに届けるために作られた舞台芸術で赤ちゃんたちにのんびりゆって たりくつろいで見て聞いて感じてもらうために作られた舞台です。うんうん、ええー、じゃ普通の舞台とは違うということですね。そうですね。まず客席の設営が椅子は使えませんし、はい、赤ちゃんがゴローンって転がったりハイハイしたり自由にできるようになるほど。確かに皆さんねそのまま床に座ってらっしゃいます。そうですね。感じたまま見てもらえればいいと。そうですね。うん、はい。演者と見る人が同じ目線でっていう感じになるんですかね。うん、そうですね。 さんは実際にご覧になってこう、はい、魅力どんなところに感じましたか実はですねあの僕、まだのこの公演は見てないんですけれどもアルテリッカというとあのゴールデンウィークですので子供向けの公演がいくつかあるんですね、はい、でもその中でも本当に赤ちゃんが楽しめる、うん、公演というのは今回初めてですし、うん、もうベイビーシアターというと世界的にも非常に注目されている演目でもあるので、はいはい、非常に楽しみにしています。うんうんうん マツヒさんはね小さいお子さんいらっしゃいますよね。そうなんですよ。でもやっぱりこういうところに連れて行こうと思うとやっぱり泣いちゃったらどうしようとかっていうのはちゃお目線ですよね。そうですよね。あのやっぱり新しい場所は緊張もすると思うので、赤ちゃんがびっくりしないようにゆったりできるような工夫が随所に設けてありますので安心していらしていただければと思います。いやでも最初はでも赤ちゃん用の演目じゃないですか。よって言ったら変ですけど、でやっぱ反応がわからないまま出てその手ごた 感じたた瞬間っどうういったとこでですかそうですかそねやっぱり言葉をまだちゃんと理解しない0歳の子も入っているので通常の舞台のように言語でやり取りをするわけではないんですが、うん、例えば声のニュアンス言葉のニュアンス、うんはい、体から出す雰囲気を赤ちゃんが返してくれるっていうような、うんはい、このやり取り言語じゃないやり取りっていうところを分かったときに、はい、ものすごく手応えを感じました。<ー>じゃあエネルギーが そして気になる今回、うん、アルテリカ新売りで披露するのがこちらです山の音楽者歌の種音楽の始まりという舞台なんですが、うんうん、こちらはどういった内容になっているんですか。うん、はい まず赤ちゃん親子の方たちが会場にいらしたらゆったりのんびりできるように遊びの広場というのを設営してましてそこでゴロゴロってしてもいいし思い思いに遊んで,で自然に本編が始まりまりす本編の中ではえこの季節の喜びを例えば「雨」とか「しずく」「葉っぱ」といった言葉や歌が少し出てきますのでそういったものを赤ちゃんたちが見て聞いて体感してくれてで本編が終わります。 ましたらまた遊びの広場に戻ってきて余韻を楽しみながらくつろいで終演となっています。うん、なんか気が前ず見られそうですよね。聞いてるだけでホワッとしてきた。<laughs> でもこの公演なんですが実は海外でもやられたんですよね <laughs>。はい、ポーランドとイタリアで上演をさせていただきました。うん <laughs> でも確かに海外でもそのエネルギーの交流という意味では言葉なくしてもつながるものがあるということですね、はい、伝わるものがあるということですね,そうですねあの。日本語で上演したんですけれども十分あの内容も理解していただいて感触をやり取りできたのでものすごく感動しましまた,私た言葉じゃない感触っていいですね。えー、ねでも、そうやって海外でもやられていますが、はい、これからの,その目標といいますか、はい、目指すところというのはあるんですかはい あの私たちベイビーシアターを始める前は私たちが届ける舞台を見てもらいたいとうう思ってたんですが、はい、ベイビーシアターを始めてからは赤ちゃんが生まれ出た時にお父さん、お母さんや赤ちゃんとともに人生を喜び合うという、うん、そういう瞬間をベイビーシアターを通して届けけていたたらななと思うようよになりましこれは親としては行、ね、ってみたい舞台ですね。うん さあでは最後に小山さんからも視聴者の方へメッセージお願いします、はい、ではもう一回戻りまして「ですね、えー、アルテリッ家新ルゴールデンウィークの間に、えー、新百合ヶ丘でいろいろな会場で,ですね、えー、本当に毎日いろんな公演をやってます。ので、はい ぜひあの新ユリガーにお越しいただいて一、うん、つではなく一日にですね二つとか三つとか、はい、はしごもできますので,です近くにありますからね、はい、本当にゴ、はい、ールデンウィークは芸術三昧ということで詳しくはアルテリッカ新ユリで検索をしていただければすぐわかりますので、はい、よろしくお願いしますありまし本当に魅力が詰まってますかね改めてアルテリッカ新ユリは本日二十日からおよそ三週間にわたり九つの会場で開催されますチケットはインターネットもしくは電話からでも購入できますのでぜひお問い合わせ 合わせください。はい、さあ、そしてですね。最後に本日は山の音楽者さんによるベイビーシアターを少しだけ披露してください。いう嬉しいもんね,ね。少し準備に時間がかかるということですので、はいはい、先にプレゼントをお願いします。はい、では、プレゼントをご紹介します。はい 今回は川崎市立日本民家園から藍染の手ぬぐいを3名様にプレゼントしますいいですよはい、ご希望の方は5月4日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください番組ホームページからメールでも受け付けています、はい、たくさんのご応募お待ちしております待ちていますさあということで準備が整ったようですはい、はい、では早速よろしくお願いしますてるてる坊主 目玉にキューすえて」「それでも飛べるか飛んでみな」 「湯死ぬさうん。はやもの」なんかすごく不思議な。<laughs> 時間になりますね,そうで,すねでも五感も本当フルに刺激される <laughs>、うん、うわ気持ちいいこれはでも子供はもうじっと見ますよね五感はもう絶対じっと見ると思いますし <laughs>、うん、大人でもすごく心地よく見られましたよね。<laughs> はい <laughs> なんかこの辺がすごいざわざわしてるんです僕今 <laughs> 正直本当にここが鳥肌立つというかうわーよかったありがとうございますありがとうございましたこれを見れるわけですからねそうですねそしてね。新百合行くしかないですねいや本当ですねだからいろんな演目がありますから大人から赤ちゃんまで楽しめる演目がたくさん揃ってますからねぜひ、はい、ゴールデンウィークは新百合はいラブ川崎また来週ですカ、はい、ラーズフューチャー いろいろって未来川崎市